フレコスタジオで一番やってはいけないことは、だ。はい、ということで皆さんには今から穴埋め問題を出題します、はい、会場のみんなも考えてみてくださいね、はい、そしてゆきしくん、はい、君には会場のみんなを代表して答えてもらいますからね。あ、僕が答えるんですね。はい、そうなんです、はい、そういうコーナーをね、はい、今回やっていこうかなと思っております、はい、ではまずは最初の問題参りたいと思います、はい、最初の問題はこちら、リゼロという作品を語る上で絶対に欠かせないのは、ふーんという要素である。びっくりした、今要素が読めない。大丈夫よ、大丈夫、漢字も読めるわ。先生、漢字得意よ。リゼロという作品を語る上で欠かせないのはこれ、え、リゼロを語る上で、うん、る上で考えてみて、みんなありがとう。え、ちょっとせっかくだから、じゃあちょっとコメント募ろうか、これを見てる皆さん、何がこの作品において欠かせない要素だと思いますか。あ、そうだよね、死に戻り。まあそれも正解よ。なんだろうこの上、ま、丸、さりげない丸をあげるわ。あ、さりげない丸じゃん。あ、ロムジー。まあそれも正解よ。もう何言っても正解な気がしてきた。本当に。でも俺的に、いや、私がここに、ね、こ答えを書いてあるんですよ、紙に。カンニングしていいですか。ダメです。ダメ、すいません。もちろんダメです。ここに書いてある答えをね、導き出せたら褒めます。素晴らし的欠かせない要素はあとあるとしたら、やっぱりエミリアの可愛さ、 EMT 要素。まあそれも、それでいいかな、じゃあ。おいおい先生。いや、もうそうなのよ、そうではあるんだけど、うん、それ前回、あ、前回は覚えてないんだった。ちょっと怖い怖い、そういうとばっちり俺に来るからやめて。一回使っちゃったから違う答えでした、はいはい、じゃあせっかくなんで答えを教えてもらってもいいですか、先生。そうですね、じゃあ答えましょう、はい、リゼロという作品を語る上で絶対に欠かせない要素は小林雄介。ちょっとみんな反応が変わった。え、だってだって、ちょっとほら、いや、私がここで書いたのは絶対こうやって書いたら照れるかなと思って、ちょっとあの今日いる女性ファンの皆さんに照れてる姿を見せてあげたいなと思って。困る、あの照れるっていうか困る。どうですか感想は。え、なんか、うん、あ、ありがとうございます。あ、照れてる照れてる。いや、これ照れてんの。これがちょっとせっかく映像ものだったんで。え、じゃあせっかくなんで、ちょっとなんでそう思うのかを語っていただけたら、もしかしたら照れるかもしれないな。でもそうですね、そうだな、どうしようかな。おいおい先生。あ、でもね、ほら、みんなほら言ってるじゃん。何を。ほら、インタビューとか、うん、いろいろなね、媒体さんの雑誌のアンケートとかでも、うん、こうなんか、私たちがここまで走ってこれたのは座長についていったからだっていう、なんかリゼロ前話にね、出演してるのってユッケ氏だけですから。あ、まあ、そうですね。ね、そんなところで常にあの前を向いてずっと引っ張り続けていったっていう、うん、本当にアニメのリゼロから始める異世界生活があるのは小林雄介おかげだっていう、みんなで拍手しましょう。パチ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 。ありがとうございます。すいません。あ、まあでも言うて、ごめん、うん、ちょっと照れてる今。あ、よかったよかったよかった。もう今ね、女性の皆さんがすごい微笑みを、笑顔で、よかったよかった。いやいや、ありがとうございます。男性も微笑んでくれて、男性も、ユッケ氏の照れが見れて、本当に男性の皆さんも本当に。なんだろう、幸せそうな顔してる。すごい嬉しい。ありがとうございます。私、みんなが幸せで、私嬉しい。いや、でもちょっと嬉しかった。ありがとうございます。それでは続きまして、こちら。アフレコスタジオで一番やってはいけないことは、だ。いきなり一番やってはいけないこと。声優の問題にちょっと入ってきましたが、ちょっと皆さんも考えてみてください。え、でも一番は分かんないけど、とりあえずいくつか挙げると、うん、まあ当たり前だけど遅刻すること、うん、はいけないですね、うん、遅刻ではない。正解。で、早い、いろいろ聞きたかった。さっきみたいにちょっとひねってんのかなって思ったよ。だって本当に遅刻ダメだもん。いや、ダメだけど、あ、そうだけど、なんかあるじゃん、他にも。なんかスマホのバイブ機能をオフにしてないのとか。確かにね、うん、じゃあちょっとダメなシリーズ、ダメだと思うシリーズ、ちょっとでもユッケ氏的にダメなシリーズ聞きたいな。なんかこう、ダメシリーズ、でも携帯が鳴っちゃう、本当にダメなので電源切りましょうねっていうお話ですよ、うん、あとお腹鳴っちゃうとか、グーン。そう、鳴っちゃうのは悪いけど、でもあれも生理現象みたいなもんじゃない。でも先輩がめちゃめちゃ長ゼリフ喋ってる時にグーってなっちゃって、あ、ここノイズで撮り直しますってなった時に、ほんとすいません、みんなが察するじゃない、うん、あの人のお腹でここ撮り直しなんだみたいな。だからご飯を食べるタイミングって結構慎重になるよね、うんうん、朝はちゃんと食べてこなきゃいけないし。確かに直前すぎると消化の音が今度乗っちゃうし。そうなんですよね。そうなんだよね。あとは、うん、でもやっちゃいけないこと、うん、アフレコスタジオでやっちゃいけないこと、
あんまあれでも他ユキシが一番って言うなら何ですか。でも一番は、うん、でもやっぱ遅刻になっちゃう、ね、遅刻ですよね。自分が商品なんで商品が届かないってなったらみんなねやっぱネットとかで注文した時怒るじゃん、うん、そういうことですよ。届かないんだけど、3日以内に最速便でお願いしたんだけどみたいな、そういう気持ちですよ。ちなみにリエリー的にもう一個何かあげるとしたら、一番やっちゃいけないこと、音響監督の指示に従わないこととか、いやダメだな、これダメだな、これピー、はいピー、そんなことある、はいピー、はい、ピー大丈夫です。でもさ、うん、たまにいらっしゃるじゃん、いい意味で。そうね。そう、あ、ここはもうちょっとこういう風になんか、ここギャグいらないですから、うん、言われたけど、うん、多分ギャグを捨てきれなくて、うん、あ、わかりましたって言いつつもちょっとギャグ要素を入れて、うんうん、さっきいらないって言ったよねって言われて、ほんとすいませんって謝る人。はい、僕だよ。僕ね、なんかね、スバルでもなんかやったことある気がする。なんかこう爪痕残したくなっちゃうみたいな気質がやっぱあるじゃないですか、皆さん結構ね。でもそれこそ、あれギャグじゃないんだけど、うん、24話だ、あ、22話か、うん、か何か、あ、24話だ、うん、の時、あーもう忘れた、もういいんだけど、そのあたりであれ、あのユリウスと一緒に、はい、うん、あははははは、はんっていうのが、あの、はぁ、あ、別に、あの、それいらないですよって言われたんだけど、あ、でも、いや、ちょっと、やだ、ユリスと一緒に、はははを収めるなんて、俺はやだと思って、はって、そのままやったら、使われてたっていう。いやー、もう本当に、大丈夫かね、本当に、あれ、どうなってるんでしょうね、なんか、ね、向こう側では、ドキドキしますね。そうそう、何思われてるのかなと思って。どういう会話が起きたのかというか、うこれ、なんか、俺ダメって言ったけど、入れられちゃったから使うか、みたいに言われてたら、うん、でもね、納得してもらえたのであれば嬉しいですよね。なんか男には引けない時があるんだよ。なんかね、こう、うん、ずっと言い訳しとく、一緒にね、こうね、なんかスバルっていうキャラをずっとやってると、やっぱスバルだったらこうじゃないかっていうね、うん、役者としての考え方も出てきちゃう時に、うん、音響監督さんとのこうすり合わせとか、ね、監督さんの意思とか、みんなでこう作品を作ってるから、うん、そういうみんなでどうしたいかっていう相違として私たちが発言しなきゃいけないから、いろいろそういうところでね、すり合わせしていくっていうのは大事な作業ですよね。そういうの、うん、結構受け入れてもらえる現場だったなっていうのを終わってみて、あ、確かにこうしたいです、うん、ああしたいですっていうのは確かに聞いてもらいましたもん ね、うん、そんなところでアフレコスタジオでのお話でした、はい、では続きましてこちらの問題どうぞ。声優業界で一番怖いのはんである。えこういう系多い。えそんなに、そんなに暴露させたいの、なんかこの番組はね。え、なになに、俺たちを何か追いやろうとしてるんですか、この番組、ね、なんか干される、大丈夫かな、大丈夫、こんなに暴露しちゃって。あ、でもそれじゃないですか、声優業界で一番怖いのは干されること。本当にそれリアル。いや、生きていきたい。ちょっとガチトーンになるのやめよう、やめよう。え、でも正解で、あ、でも、あ、概ね正解ですけど、もうちょっとある。もうちょっと具体的ってこと、もうちょっと、これは嫌だってなる、あーってやつ。ちょっと言う、何言ってるかよくわかんない。ちょっと頑張ってください。コメントとかね、見ていただいても、はい、そうですね、個人名とかね、挙げていただいたりとかね、先輩声優さんもね、怖い、まあ、でも先輩声優さんはでも味方ですからね、うん、でもなんだろう、怖いっていうことで言うと先輩声優よりも後輩声優の方が怖い、うん、確かに、なんか追う側は楽だけど追われる立場ってさ、やっぱご経験とかやっぱ感じるものはあるんでしょうか、そのね、最近も大人気の小林裕介さん、もういいよ、声優の小林裕介さん、いかがですか、いやいや、そう気分は、いやでも、なんだろう、はい、アフレコを見てて、あ、なんか面白いお芝居するなっていう人を見つけると、うん、ってなるよね、初がなんかいいなって、はい、あの人のあれいいな、欲しいなっていうのはありますよね、ね、欲しいなっていう、後輩さんでも、そう、やっぱそういうのは、やっぱ先輩はそういうのを持ってる人がたくさんいるんだけど、後輩の中でそういうのを見つけると、うん、あ、なんかちょっといいな、ここの人って思うと、え、でもその辺どうですか、今もう飛ぶ鳥を落とす勢いの、ね、あの魔法を結構駆使しちゃうような、いやいやいや、MAHO だなんてちょっとやめてくださいよ、高橋理恵さんなんかはちょっと MAHO だなんて言ってないじゃないですか、どうなんですかね、どうなんですか、そうですね、あ、でもね、やっぱり私もね、あの、こういろいろ共演させていただく方の中でやっぱこう、うん、天才肌の方とかっていらっしゃるんですよ、あ、なんか台本にほとんど書き込みしないタイプの人と か、ね、結構僕だよ、なんか感じ取って嗅覚が優れてるのか、掛け合いとかをその場瞬間でできるタイプの方っていうのはすごい、なんかごく稀にいらっしゃるので、そういう方を見るとなんかこうハンカチキーっていう感じに、なんかいいなって、うん、羨ましがることもありますけれども、なるほど、まあまあ、でもね、後輩さんも怖いし、うん、同期も怖いし、先輩も怖いしっていうことで、でも違うんです、私が持ってきた答えは、じゃあ答え教えてもらってもいいですか、そうですね、はい、それでは参りましょう、はい、声優業界で一番怖いのはオーディションの落選。ね、いいのこれ
私事務所に怒られる？私こういう系のキャラで売ってくの？いやでもそれなそうでこれねちょっと一個、皆さんにもちょっと、お話ししたいなんかなんて言うでしょう。え、言えること言えること言える全然大丈夫。本当にだから具体的な作品名とかじゃないんですけど、各事務所でこう一回そのオーディションに落ちたっていう連絡が来るときって事務所を通すんですね。でその事務所を通すときに先に事務所のこうデスクさんだったりマネージャーさんが知ってそれを私たちに伝えてもらうじゃないですか。そういうときにまず事務所からこう電話がかかってきてでこうやってプルルルってガチャってはい高橋ですってはいジュニアの高橋理恵ですおはようございますっていうふうに電話しましてそういうときに、すみません高橋さんごめんなさいの連絡ですっていうふうにごめんなさいを先に言われるんですよ。オーディション落ちるときってもう5が聞こえた瞬間にはい切りたいって感じにはなるんですけどね。そういうそういうちょっと声優あるあるみたいな まだその、ね、うん、あれじゃん気遣いいいじゃん、うん、うちは、はい、事務所に言ってあれなんだよ。あそういえばこの間のオーディション受けてからだいぶ経ってますけどあれ結果ってきたんですけどああダメだったよって言われてこんなーみたいな時があるもうちょっとこっちだって落ち込むんじゃないっていう時があるさらりと言われた方がいいのかこう一回ごめんなさいって言われた時にあーどれだどれだどの作品だってなってうわーってなってあれですあーってなるっていうね。そうそうそういろいろありますけども、ね、そんな感じでね、まあ、そうですね、うん、私たちが今ここにいられるのもすごいありがたいオーディションの、ね、おかげだったっていうわけで、うん、そうなんでございますよ、うん、結構ガチな話だったね。そういうねはいこともありましてじゃあもう一問いきましょうかね。はい、はい、それではもう一問参りましょう。こちらです。どうぞリゾロが終わってしまってリゼロス状態の時には何々をするといい思い出して私との会話を思い出して。結局どんな結末になったんだっけ。自分で忘れてんじゃねえか何をするといい、ね、そうね円盤を見る DVD そうね、そうだね、正しいわ、円盤円盤そう円盤まあでも俺は、ね、円盤大事よ円盤円盤を見るそれも正解なんだよ正解じゃないのかよ。あでも正解三角だけどそれが正解で OK 甘いなこの先生。私が書いてた持ってきた回答はですねリゼロが終わってしまってリゼロス状態の時には私の声を聞けばいい。ありがとう拍手してくれてる。ほらめっちゃ首かしげてる。ありがとうありがとう拍手してくれてるみんな大好き。首かしげてるの今映ってましたからバッチリです。大好きありがとう。いやでもね、なぜかというとなぜ私の声だけかっていうとだけかだけ本当限定なんだよ。 今言ったじゃないですか私の声を聞けばって言ったのは、はいはいはいね、ラジオがあるじゃないかね、うんうん、ここに今ラジオがある、うん、それならラジオ聞けばいい。まだリゼロが終わってしまってと言うけど、うん、リゼロから始める異世界ラジオ生活も一応リゼロ、うん、ここもリゼロ。なるほどね。じゃあ終わってないラジオリゼロのラジオを聞いてってことね、うん、そうそういうことです。よかった。だってさ、ね、今のだとちょっと意味が広すぎてさ、はい、それこそエクスプローとかのやつを聞いてもあれも高橋理恵じゃんそうだな、ね、まあそれを聞いてラッパパとか言ってるやつだってさそうね、全体的にあれじゃん、ね、だから確かになんかとりあえず、ね、私の作品いろいろ見てねってただの宣伝かと思っちゃってただの高橋理恵の宣伝です。そう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 そんなことじゃなくてじゃない、リゼロのこのラジオを私聞いていただければもう毎回いろいろゲストさんも来てくださいますしね。そうですこういう風にだから本当にそういう風にリゼロのラジオがある限りもう皆さんまだまだリゼロスになってる場合じゃありません、うん、今日もね足運んでくれてる勤勉な皆様、うん、こうしてコメント書いてくれてるね勤勉な皆様本当にありがとうございます。勤勉ですね。顔動画はい、これにて今日の授業は終了です。いやなんか疲れた、私もちょっと疲れちゃいました。なんか声優に関してのこと聞かれるのちょっと若干背中がなんかちょっと ね、なんかいろいろ背負ってるものあるから私たちありがとうございます。ありがとうございます。ということで以上教えて弓橋先生のコーナーでした。Thank you.